モナコビルはモナコの地区。広告最古の地区であり、一般的にはモナコ岩として知られている。国の政治機関の中枢が集まる。大公宮殿、政府、国民議会、市議会、裁判所及び刑務所がある。この地にはマッサリアからやってきたフェニキア人たちが紀元前6世紀にモノイコスという植民地を築いていた。モノイコスはヘイラクレースと関連付けられ、 ヘラクレス・マニカスとして崇拝された。ヘラクレースの偉業によると、マタシケリアのディオドロスとストラゴンによると、ギリシャ人とリグリア人はヘラクレースがこの地に渡ったと伝えた。1215年6月10日、フルコ・デル・カッセロに率いられた撤退するギベリンたちが、モナコ岩の上に要塞の建設を始めた。岩を戦略的要所として、 地域の支配権を確立するためである。彼らはまた守備隊を支えるため岩の基地に住宅を建てた。ジェノバ共和国や周辺の町の住民たちを引き付けるため、彼らは土地を提供し、新規移住者への課税を免除した。1297年1月8日、1133年にジェノバ共和国のコンスルであった夫を兼ねる。ラ子孫、フランソワグリマルディが、 要塞を掌握した。小規模な軍隊しか持たなかったにもかかわらず、グリマルディはフランシスコ海修道士の紛争をし、兵士を騙して扉を開かせた。このエピソードから彼のニックネームであるメリジアが付けられた。このため、現在のモナコ軍の紋章には、県で武装した二人のフランシスコ海修道士が描かれているのである。1911年に交付されたモナコ憲法は、 広告を三つのコミューンに分割した。この時、モナコビルはコミューンとなったが、1917年に広告全体で単一のコミューンとして再編された。ありがとうございます。